中山競馬7レース2歳1勝クラスダート 1800m 実頭立てです。天候の発表が晴れに戻ってダートコースはお昼に寮に乾きました。2歳馬10頭の1勝クラスの対戦です。穏やかなお天気、今日は寒さが緩んでいます。さて枠入りはセイルオンセイラーが8番ゲートに入って最後です。栗の女神エース、栗の女神エースが10番ゲートに促されます。入ってゲートイン完了、スタートしました。まずポンと出たのは8番のセイルオンセイラーです。この馬が行くか、9番大勢ジャスパー、うちのセイルオンセイラーを見ながら並んでいってかわすか、前は2頭です。2番ウェルカムニュースが3番手、追い上げて5番コースタルテラス、10番栗の女神エース、4番ゼニット、そして3番カフジオクタゴンは中段、その後ろから6番フルオールと、そして7番フィフティシェビーが追い上げていきました。10頭1コーナーをカーブ、先手は8番セイルオンセイラー、リード1馬身で2コーナーです。2番手9番大勢ジャスパー、3番手内を抑えて2番ウェルカムニュース、2コーナーからまもなく向こう正面、4番手が5番コースタルテラス、5番手グループ追いついて3番カフジオクタゴン、外から一歩前に出た10番栗の女神エース、その後ろからは4番ゼニットが追走で、後方にいた7番フィフティシェビーがぐんぐん追い上げて4番手3番手2番手先頭に並んでいって3コーナー手前です。フルオールも後方から追い上げを開始、3番カフジオクタゴン、4番ゼニット後方、2、3番手で1番当選エルドラド最後方です。3コーナーのカーブに入ります。先頭は譲らず8番セイルオンセイラー、リードは体半分、7番フィフティシェビー2番手まで上がって600を切りました。3、4コーナー中間、3番手がうち2番ウェルカムニュース、並んで5番コースタルテラス、3、4コーナー中間、このグループに6番フルオールも取り付いて4コーナーのカーブに入ります。その後外へ持ち出して3番カフジオクタゴンがぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブ、直線コースに向かってきました。先頭7番フィフティシェビーに変わるか、内は8番のセイルオンセイラー2頭競り合って、内を狙って2番のウェルカムニュース、外からは5番コースタルテラス200を切って6番フルオール、3番カフジオクタゴンと追い上げを開始、先頭は8番のセイルオンセイラー頑張っている、内から2番のウェルカムニュースが接近、7番フィフティシェビーが3番手、前は2頭、8番セイルオンセイラー、ウェルカムニュース並んで降臨、8番セイルオンセイラー、2番ウェルカムニュース2頭が並んで入りました。その後の3着争い、7番フィフティシェビー、そして3番のカフジオクタゴン、ここも接戦、1、2着、3、4着どちらも接戦となりました。先行粘った8番セイルオンセイラーか、それとも内から内をついて並びかけた2番のウェルカムニュースか、その後の3着は7番のフィフティシェビー守ったか、3番のカフジオクタゴンも追い詰めていますが、3番手はどうやら7番のフィフティシェビーです。前は2頭、ストップモーションが流れますがどうでしょうか、これは接戦、分かりません。内2番ウェルカムニュース、外8番セイルオンセイラーの接戦でした。勝ちタイム1分54秒3、上がりはゴールまでの 800m 50秒8、 600m は38秒3でした。セイルオンセイラーの内から2番のウェルカムニュース並びかけて、花面を並べてゴールに入りました。これはどうぞ判定をお待ちください。ウェルカムニュース横山武騎手か、8番セイルオンセイラー石橋周騎手か、接戦は写真判定、3着7番フィフティシェビー、4着3番カフジオクタゴン、5着5番コースタルテラスです。中山7レース1、2着が際どかったですね、はい、2番のウェルカムニュースか、8番のセイルオンセイラーか、最終オッズは2通りお伝えをいたします、はい、まずは馬番の若い方でウェルカムニュースが1着の場合はこちらです。2番8番7番は2番人気3番人気4番人気です。単勝2番 2.8 倍、枠連275.3倍、馬連2番8番 8.7 倍、馬単2番8番 13.6 倍、三連複2番7番8番 28.4 倍、三連単2番8番7番 102.9 倍です。8番のセイルオンセイラーが勝っていた場合はこちらです。
単勝8番 7.6 倍、馬単8番2番 22.2 倍、三連単8番2番7番 173.3 倍です。写真判定です。確定までお待ちください。